ナンバーアンダーライン愛の海外旅行ブログ。岸優太の新 CM 出演を祝う。平野翔神宮寺優太とビーチバーベキュービールパーティークラッカー。ある夏の終わり、平野翔、岩優太、神宮寺優太の三人は、長い仕事の合間を塗って、塚の間の休息を楽しむために海辺で集まった。まるで少年のような無邪気な笑顔を浮かべ、手には冷たいビール、目の前には広がる水平線。 波の音が静かに響く中、彼らは未来のこと、音楽のこと、そしてこれからの自分たちについて語り合っていた。岸優太は新たな CM 出演が決まり、その成功を祝うために仲間たちを招待し、海辺でバーベキューを楽しむ計画を立てたのだ。岸はバーベキューの火をつけながら、ふと考えた。彼のこれまでの道のりは決して平坦ではなかった。それぞれが独自のペースで歩んできたが、 こうして3人で一緒に過ごす時間は、彼にとって特別な意味を持っている。平野翔も神宮寺優太も、それぞれが持つ夢や目標に向かって努力を続けているが、互いの存在が支え合うことで、どんな困難も乗り越えられると信じている。ビール片手に、平野が笑顔で岸に問いかける。新しい CM、どうだったその問いに、岸は少し照れくさそうに笑って、思ったよりも大変だったけど。 楽しかったよと答えた。神宮寺も、お前なら大丈夫だと思ってたよと励ましの言葉をかける。彼らの会話は、互いを理解し、応援し合う温かさに満ちていた。日比ケアパッドの新 CM は、ただの製品宣伝ではない。背景には、今の時代における衛生管理や手指のケアへの意識の高まりがある。コロナウイルスの影響で、手洗いや消毒が日常的に行われるようになり、 そのの結果手肌の乾燥やひび割れに悩む人々が増えている従来のクリームやローションでは水に触れるたびに効果が薄れてしまうという問題があった。しかし、ひびケアパッドは防水仕様で手を洗った後も指先をしっかりと保護してくれる。これにより多くの人々が日常生活の中で安心して使えるようになったのだ。冬の寒さが厳しくなるにつれて、 感想による手指のケアはますます重要になってくる。特に、女性は家事や仕事で頻繁に手を使うため、ひび割れや赤切れは大きな悩みの種だ。そんな中、岸優太が出演するこの CM は、彼の爽やかなイメージと相まって、製品の魅力を一層引き立てている。彼の笑顔が映るスクリーンを見たファンたちは、きっと彼の努力と優しさを感じ取り、製品への信頼も高まることだろう。 3人はビールを飲みながら、過去の思い出やこれからの挑戦についても話し始めた。音楽の道を歩む中で、多くの困難や挫折を経験してきた彼らだが、常に支え合い、励まし合ってきた。その絆は、ただの仲間ではなく、兄弟のような強さを感じさせる。騎士は、今回の CM がきっかけで、さらに多くのプロジェクトに挑戦したいと考えている。彼の中には、 ままだまだだ。叶えたたい夢がたくさんあるのだ神宮寺は海風に吹かれながら次は何を目指しているのと騎士に尋ねた。騎士は少し考え込んだ後、もっとたくさんの人に自分が信じるものを伝えたい。それが音楽であれ演技であれ何でもいい。ただ自分が心からやりたいと思うことを形にしていきたいんだと答えた。その言葉には彼の真摯な思いが込められていた。 平野もまた、俺たちはこれからも一緒に頑張っていくんだよな、と言いながら、空を見上げた。星が瞬く夜空の下、彼らは新たな挑戦に向けて、それぞれの思いを胸に秘めていた。その夜、三人は海辺で歌を歌い、昔話に花を咲かせ、そしてこれからの未来に向けてエールを送り合った。彼らの友情は、時間が経つごとにさらに深まっていくようだった。そして、 騎士の新しい CM が放送される頃には、彼の姿を見たファンたちは、これまで以上に彼を応援し、彼の成功を心から祝福することだろう。日々ケアパッドの登場は、多くの人にとって救いとなる製品であり、騎士の努力とその魅力が、この製品をさらに輝かせる役割を果たしている。現代の忙しい生活の中で、少しでも快適に、そして安心して過ごすための選択肢が広がることは、 私たちにとっても大きな価値があるだろう岸優太がこのキャンペーンを通じて伝えたいメッセージは、ただ、手をケアするということ以上に、自分を大切にするという意味を持っているのかもしれない。3人の友情、そして岸の新たな挑戦は、これからも多くの人々に希望と勇気を与えるだろう。その夜、月明かりが静かに海面を照らし、波の音が心地よいリズムを刻む中、彼らの笑顔は絶えなかった。 平野、騎士、神宮寺の三人にとって、音楽や仕事の成功だけではなく、こうして何でもない日常を共に過ごすことが、何よりも特別でかけがえのない瞬間だった。こんな時間がいつまでも続けばいいのになと、平野がふと呟いた。騎士と神宮寺は、の言葉に同調するかのように黙ってうなずき、しばらく静寂が流れた。彼らの間には、言葉を必要としない信頼関係が築かれていた。 共に過ごしてきた日々の積み重ねが、無言のうちにその絆をさらに強固なものにしていた。騎士がふと、ビールを持ち上げて、俺たち、これからも一緒だよな、と言うと、平野と神宮寺もすぐにグラスを掲げ、もちろん、と声を揃えて返答した。その瞬間、何か目に見えない誓いが交わされたような感覚があった。仕事や個々のプロジェクトで別々の道を歩むことがあったとしても、彼らの友情は決して揺らぐことはない。 これから先、どんな困難が待ち受けていようとも、この友情が彼らの心の支えとなり続けるだろう。響けケアパッドの CM の撮影を振り返り、騎士はまた話し始めた。あの撮影は本当に貴重な経験だった。プロモーションを通じて、多くの人に少しでも役に立てる商品を紹介できることが嬉しいんだ。特にこの製品は、毎日の小さな悩みを解決するためのものだから、 日常の生活に寄り添う存在だと思う。神宮寺がそれに応じて、そうだね。みんなが忙しい中でも、自分のケアを忘れがちだから、こういう製品がもっと広まるといいなと優しく微笑んだ。彼はいつも、周囲の人々に対する思いやりが強く、その言葉には温かさが込められていた。そして平野も、俺たちが音楽で伝えたいメッセージと似てるかもね。日常の中で、 ちょっとした瞬間に癒されることが大事だと思うんだ、と話した。彼らの音楽も、まさに日々の生活の中で聴く人々の心を癒し、励まし、力を与えるものである。だからこそ、彼らの活動は常にファンの生活に寄り添ってきた。3人の会話は尽きることなく続き、その夜が終わる頃には、彼らはまた新たなエネルギーを得たように感じていた。明日からはまた、それぞれのプロジェクトに戻り、 多忙な日々が始まるだろうしかし、こうしてたまに集まり、何でもないことを語り合い、笑い合う時間が、彼らにとって何よりも大切な心のリセットになる。岸優太が響けケアパッドの CM で見せた姿は、ただの広告塔としての役割を超えて、多くの人々に共感と安心を届ける存在として輝いている。冬の寒さが近づく中、この製品が必要とされる理由は明白だ。 乾燥に悩む日々の中で、指先を守ることは、単なる美容やケアの問題ではなく、心地よい日常を過ごすための基本でもある。また、この CM の背後には、現代の私たちが直面する新しいライフスタイルが影響している。衛生管理がこれまで以上に重要視される時代において、手洗いや消毒の頻度が増え、その結果として手指のダメージが増えるという現実がある。日々ケアパッドは、 そうした新たな日常の中で、少しでも快適に過ごすための選択肢として、多くの人に支持されることだろう。そして、このキャンペーンがただの商品宣伝にとどまらず、騎士のような存在が前に出ることで、多くの人々が自分自身のケアに対する意識を高め、より良い生活を送るための一助となることが期待されている。日々の小さな積み重ねが、やがて大きな変化をもたらすように、彼の CM 出演は、 多くの人にとって生活の中での気づきを促すものになるだろう。彼らの未来はまだ見ぬ可能性に満ちている。それぞれが自分の道を歩みながら、時には振り返り、そして共に進んでいく。岩優太平野翔、神宮寺優太の3人は、これからもその強い絆で結ばれたまま、音楽や演技、そしてそれぞれの人生を切り開いていくに違いない。その旅路には、 困難や挑戦が待ち受けているかもしれないが、彼らはお互いの存在がある限り、どんな壁も乗り越えていけるだろう。そんな3人の姿に、多くのファンが勇気をもらい、日常の中でふと彼らの言葉や笑顔を思い出して元気をもらうことがあるだろう。彼らが奏でる音楽、そしてその存在自体が、誰かの生活に光をもたらす。それは、響ケアパッドが冬の乾燥した季節に多くの人の手指を守るのと同じように、 彼らの存在がファンの心をそっと守っているのかもしれない。未来を見据えながら、彼らはこれからも歩み続ける。そしてその先に待っている新たな挑戦や成功に向けて、彼らは共に成長していくだろう。風が少し冷たくなり始めたその夜、三人の笑い声はまだまだ海辺に響き続けていた。